安藤近末、知略で築いた交易大国、北天の都政と呼ばれた男の経営手腕、豪変。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり聞こうは、前回に引き続き安藤近末後編について紹介していこうと思います。信長との交流。領地経営に大いに成果を上げた近末は、全国的な政治情勢にも敏感に対応しています。当時、能代港、土崎港から運ばれた積み荷は鶴ヶ港や小浜港で降ろされて機内へと流通していました。そのため近末は上杉謙信や朝倉義景と友好関係を築いたり、朝倉が織田信長に討たれて足利義昭が京を追われると、今度は信長と禊を通じています。信長との交流は本能寺の変の起きた天正10年まで続き、ラッコの皮や昆布、勇猛で知られた出羽さんの鷹などを献上。対して信長は朝廷に推薦して近末を従五位下に任官させました。後に信長から臣従を求められた近末は、なんと当家は先祖代々他家に仕えたことはないと堂々の拒否。信長も怒らなかったようで、面白いやっちゃなと近末の度量を認めていたのでしょう。近末と信長、どちらも交易、商業に力を入れ、情勢を俯瞰する能力に長けた合理主義者。互いに相通じるものを感じていたのかもしれませんね。脇本城を改修。天正5年、1577年、近末は男鹿半島の付け根に位置する脇本城の大改修に取り掛かります。工事が完成すると、檜山城と港城をまだ10歳の嫡男成末に譲り、自らの拠点を脇本城に移しました。脇本城は西側に男鹿半島、眼下に日本海を望み、八郎方を北東の背後に背負い、土崎港の対岸に位置する東北最大規模を誇る城郭でした。まさに津軽時代以来の海の豪族安藤氏の拠点としてふさわしい城といえますね。天正7年、1579年、重末が亡くなり、重末の嫡男道末が13歳で豊島城主となると、近末は年少の甥を貢献するという建前のもとに、完全に港安藤家中の権力を掌握しました。天正8年、1580年、近末はかねてより病弱だった嫡男成末に代わって、8歳の次男実末を港城主につけています。成末は3年後に16歳で病没してしまい、安藤家の次期当主は実末となりました。こうなると、もともと港安藤家を相続するはずだった道末が港城へ帰還することはほぼ絶望的。これが火種となってくすぶり続け、後に道末 vs 実末のいとこ同士の戦いへとつながっていきます。安藤から秋田へ。さて、この頃安藤家は獅子心中の虫を抱えていました。近末に心中して兄を裏切り、比内浅利家の家督を継いでいた浅利勝頼がやっぱ独立したいと騒いでいたのです。勝頼君はどうも脳筋だったようで、その分実戦ではめちゃくちゃ強かったそうです。比内地方を死守したい近末は何度も勝頼との戦闘を繰り返しましたが、毎回負けてしまっていました。いい加減切れた近末は勝頼に、多分なんか美味しい条件をちらつかせて和睦を提案。天正10年、1582年5月、和睦の酒宴が開かれました。どう考えても罠、謀殺の匂いがプンプンしますが、勝頼君は招きに応じて檜山城へ。案の定、酒宴の最中に近末家臣深持末久が酌をするふりをして突然勝頼に切りつけました。酔っていたにもかかわらず、とっさに身をかわした勝頼、さすが脳筋です。
逃げようとしましたが、控えていた柿崎義弘が桃に一太刀浴びせます。動きを封じられた勝頼は柿崎の名刀小西丸でついにとどめを刺されてしまいました。こうして近末は浅利氏を放逐し、畿内の完全掌握に成功。さらに由利郡に侵攻していた大宝寺義氏をも追い出して、大宝寺傘下に入っていた地元豪族による自治集団由利十二島を実質支配下に置きます。戦に次ぐ戦を繰り返し、知略謀略を尽くした近末は秋田、檜山、豊島、百合を勢力範囲とする戦国大名となりました。近末は最晩年において出羽の国の名誉職秋田城の助にちなんで姓を安藤から秋田と称するようになりました。我こそは出羽に権勢を誇るものであると世に知らしめたのです。突然過ぎた最後、すでに世は豊臣秀吉の天下となり、天正13年には九州に向けて総武事令が出され、大名同士の死闘はタブーとなりつつありました。しかし近末はそんなの知ったこっちゃねえとばかりに、天正15年1587年4月、残る戦北を取って雄物川流域の交易権を独占するべく、角館城の戸沢氏と同盟して小野寺氏を討とうと考えます。ところが思惑は外れ、角館城主戸沢盛康がこれを拒否。秋田軍と戸沢軍が唐松の秋田県大仙市で激突することになりました。秋田軍3000に対し戸沢盛康の迎撃隊は1000人。しかし夜叉苦労の異名を取る盛康が前線し、近末は敗退します。体制を立て直して8月末、盛康と再び対陣した近末でしたが、突然病魔に襲われ密かに脇本城へ戻ります。しかしそのまま陣中に戻ることはかなわず、9月1日、49歳で没しました。知略の限りを尽くし、少年の頃から戦場を駆け回り続けた男のあまりにあっけない最後でした。後を継いだのはまだ12歳の実末。近末の死を隠し、亡骸を脇本城下の宝蔵寺に密葬しましたが、やがて情報は戸沢方へ漏れてしまいます。これを聞きつけた小野寺氏も戸沢方へ加勢し、実末少年いきなり大ピンチ。この戦はとりあえず秀吉や最上義明の仲裁が入って停戦となり、なんとか乗り切りましたが、これは実末の波乱の人生の幕開けに過ぎなかったのです。まとめ、安藤氏の最盛期を築いた北斗七星、15歳で家督を継いでからというもの、南北朝時代以来長く分裂していた安藤家を一つにまとめ、勢力拡大に邁進した安藤近末、両国の三方を囲むライバル勢力と戦い続けながら、土崎能代の港での日本海交易と内陸部の河川交易を発展させ、安藤氏の最盛期を築き上げました。かつて土佐港で繁栄を極めた先祖のように海を愛し、東北恵美氏の誇りにかけて畿内の有力者とも対等に渡り合った安藤近末、土星北斗七星の北天にあるにさも似たりとの例えの通り、北斗七星のように北国秋田に輝きを放ち、故郷を繁栄に導いたのでした。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、もしよかったら登録よろしくお願いします。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。